きチャンネル。ジョブ。今日も那須さんにお願いします。サッカー界の深いところまで知って、はい、やっぱあの僕もテレビとかでコメント出してもらうんですけど、はい、やっぱり OB の方がそのスポーツって言いやすいじゃないですか。あ、そうですね、はい。で、なんかあんまり張り切って違うスポーツまで突っ込んで言うと、うん、お前分からへんのくせに何やらずって言ってるやつ。イメージだけ先行して言うと。そうそうそう。でやっぱりこう知った上で、はい、たら、いや、このサッカーのことをこの前那須さんに聞いてって言えば、はい、説得力が増すので、間違いないです。今日もちょっと、はい、僕が素人目線でいろんなことを聞きたいし、はい、ファンの人もいろんなことを、また勉強してね、はい、楽しんでサッカーとかを見てもらいたいなっていうところで、はい、野球では、僕も好きな球場、はい、嫌いな球場みたいなのがあったんですけど、はい、サッカー選手も全国 J1、J2、はい、もしくは代表とか合わせると、すっごいスタジアムあるじゃないですか。ありますね。ちなみに那須さんの、はい、もうここは嫌いだった球場スタジアム知りたいですね。あー、なるほど。ここやりにくかったわみたいな。あります。僕は、はい、ナンバーワンは札幌ドームなんですよ。それはなんでですか。キャッチャーの後ろが他の球場より広いんですよ。あー、だからもしワンバン反らしちゃうと、もうランナーが2つも進むっていう、その命がけっていう。あー、そういうことですね、はい。で、あとは、はい、ファールが広いんで、はい、追われていくのが大変っていう。あ、なるほど。で、球場広いみたいな、はいはい、下が硬いんですよね、はいはい、人工芝が、うん、で、硬いんで、そのなんか足腰に来るとかっていうところで開けたんですよ、うん、ナンバーワンっていう。だからもうプレッシャー強いっていう。あ、はい。僕ね、あれですよ、僕3つあるんですよ、はい、3つスタジアムあって、はい、1つが、ノエビアスタジアムっていう、はい、もうヴィッセルでやらせてもらったやつ、はいはい、ヴィッセルの本拠地の本拠地が嫌いなんですか。いや、それは僕と一緒ですね、はい、相手チームだった時。ああ、相手チームだった時、はい、相手チームの、まずその勝ったイメージがあんまないんですよ、はい、そのスタジアム、はい、で、あとハイブリッド今それこそしてるんですけど、はい、芝ラグビーとかも使ったりするので、はい、あんまり良くないんですよ。ハイブリッドって何なんですか。ですね、ハイブリッドはですね、人工芝と天然芝と、はい、あの半々みたいな両方使ってる感じですか、はい、なんですけど、で、ラグビーでもこう使用したりするので、はい、あんまりちょっと良くない日もあったりするんですけど、はいはい、で、相手チームで行くと基本的にもう僕はもうその、スタジアムでは、はい、勝った印象が全然なくて、はいはい、もうすんごいなんかどんよりしたイメージなんですよ、うん、で、どんよりしたイメージで入るとプレーでも全くなんかいつもとなんか違う感じで入っちゃって、はいはい、だからもう僕はもうそのノエビアスタジアムは自分のチームになるまではもう全然もう好きじゃなかったです。もうチームになった時はもうガラッと変わる。ガラッと変わりました。ガラッと、いいやんかみたいな、はい、いや意外といいじゃんみたいな。サッカー専用スタジアムなんですけど意外とって言ったら失礼ですけど、もうめっちゃいいじゃんみたいな、はいはい、サッカー専用スタジアムで人も入るし、はい、応援もこう伝わりやすいですし、はい、屋根もつくし、はい、っていうので見え方が変わったんですけど、はい、それまでも全然もう好きじゃなかったです。あとなんか海外でも天然芝、人工芝、はい、ハイブリッドあるじゃないですか。あります。特徴は何が違うんですか。ですね、人工芝は基本的にはもう植え付けてあるので、硬、はい、いです、はい。基本的には硬いので、はい、好む選手あんまりいないです。いないんですか。いないです。だからもう状態は基本的には変わらないですよ、そうですね、人工芝、はい。でも、その天然芝でも冬芝、夏芝ってまだあって、はい、長さが全然違うんですけど、はい、で、長いのを好む、その、あとスタジアムのサッカー、はい、チームのサッカーが、パスサッカーだったり、はい、蹴るサッカーによって、はい、その短いとボール転がり、安いんですけど、はいはい、長いと転がりにくいんですよ。ああ、そうですね、摩擦が多いですもんね、はい、摩擦が多いんで、はいはいはい、だからそれも調整してるんですよ、チームによって。あと相手によって変えたりするんですか。相手によって多少はあるんですけど、自分たちのサッカーですね。どっちかっていうと自分たちのサッカーをやりやすいように、うん、それ公表しなくていいんですか。公表しなくていいです。何ミリにしてますとか。あ、全然しなくていいです。海外でやるとその前日練習っていうので1日やれるので、そこで慣らすっていうのがあるんですけど、でも基本的にはその J リーグとかやんないので、うん、だからもうそのクラブに合ったその長さみたいな。たまになんかバルサとか水バシャバシャ巻くとか。あ、そうです。あれはパススピードが上がるんですよ、うん、水で。バルサとかパスサッカーじゃないですか、うん、なので、その水をバシャバシャこう巻く、うんうん、そしてパススピードを上げる。で、自分たちのサッカーをやりやすくさせるみたいな。それもバシャバシャ巻いてもありなんですか。バシャバシャもありです。水もうどんだけ、水たまりはないですけど極論水たまりはないですけど、バシャバシャ巻くのは全然 OK です。嫌いなスタジアムで、あと埼玉スタジアム、はい、でかい、めっちゃ超有名じゃないですか。それも本拠地、はい、自分で所属させていただいた時もあったんですけど、はい、埼玉スタジアムは何があって、もうとにかくファンの熱量がすごいんですよ、はい、あと人数が多いんですよ、はい、だからで真っ赤に染まるじゃないですか、はい、だからその点取られた時の煽り方がすごいんですよ、
何言われるんですか。何言われるというか、なんかこう点あっちがまあ裏列、まあ、僕も所属してたんで分かるんですけど、うんうん、点決めた後のこのサポーターのこの煽り方がすごいので、うん、盛り上がり方が、盛り上がり方が、だからもうすごい力になりますし、うん、相手チームだとドヨーンってこうなんか重いものをこう乗せられるぐらいの、うんうん、で僕試合中にサポーターの声って聞こえたことなかったんですけど、うんうん、でも浦和レッズに所属して自分のチームになって初めて、その87分ぐらいにサポーター の, その応援とかエールが聞こえたっていう、でそれが初めてのチームだったんで、だからこの人たち の, この声の熱量というかがすごいっていうのを初めて感じしたので、だからまあ相手チームだったらもうすごい嫌だったみたいな、そのなんかこの熱の感じが、はい、サッカーホームアンドアウェイ結構言うじゃないですか、はい、アウェイはそんなやりにくいんですか。アウェイは、まあでもクラブによりますかね。日本国内だと、海外行くとやっぱりきついとこあると思うんですけど、はい、でもそんなにすごいやりにくいっていうのは基本的には、うん、はい、ないですけどね。サポーターの質もこうクラブによって違うんですけど、熱いっていう、うん、あのサポーターのクラブもあれば、うん、温かいっていう、うん、クラブもあるんですよ。で、クールはないんですか。クール冷めてる。クールはないですね。ないですか。熱いか温かいですね、どっちか分けられたら。で、サッカー専用スタジアムの方がやっぱ圧は感じやすいので、熱いっていう、そのサッカー専用スタジアムで熱いと言われるサポーターだとやっぱ圧を感じやすいです。まあ、別に暖かいから熱くないとかじゃないんですけど、でも優しいんですよ。そのサッカー、僕ジュビロの時に、ジュビロはどっちかというと暖かいサポーターなんですけど、ジュビロの時はあんまりその引き分けとかでもブーイング飛んでこなかった、むしろ頑張れってポジティブな声をかけてくれるので、うんうん、選手としてはすごくありがたいんですけど、ホーム的な感じです。そうです、ありがたいんですけど、うん、あの見え方によってはすごく選手が弱くなってしまうから、うん、っていう部分はあるんですけど、うん、でこっちの熱いのだとその引き分けでもブーイング来たり、うんうんうん、でもうヤジとか、うん、何やってんだよなら、うん、っていうのがもう本当に見えるんで、うん、そしたらもうこっちとしては腹が立って、うん、なら、うるせえよみたいな、やってやるんですか。はい、スタッフに止められます、うん、スタッフに止められますし、あの僕も一回こうやって行きそうになったんですけど、うん、でも選手が止めて、いや、うん、みたいな感じなんですけど、でもそれはいい、あの、うん、いい、あの起爆剤にもなるじゃないですか、うんうんうん、だからまあどっちも良し悪しはあるんですけど、うんうん、どっちがいいとかはないんですけど、まあまあ圧がある方が相手チームとしてはプレッシャーは受けやすいっていう、うん、そうですね、あれだから PK とかフリーキックとか、はい、相手がビジターファンだとなんか邪魔になったりしないんですか、はい、あのわさわさしてるじゃないですか、後ろでうーってあるじゃないですか、 あれはもう超一流の方たちは気になりません、はい、全く気になります、うん、僕レベルになると気になりまくりますなんじゃこりゃってなんかもう壁で、はい、裏とか壁じゃないですか、はい、すごいじゃないですか、旗とかもやってる、うわーって、うん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 、多分ゾーンに入ってる人はボールだけを集中してキーパー見て、うんうん、冷静にあのキーパーがどんなタイプか分析して、うんうん、あとはもう蹴る方向決めたりとかキーパー見ながら蹴るみたいな、うんうん、だから僕とかその PK で言うと8番手とか7番手とか、うんうん、もう絶対蹴らないであろう順番にするので、そう来た時はもうだいぶピンチっす。じゃあこの前の9人連続失敗の時は回ってきてますね完全に回ってきてるんで、いやまずはどうしようってなんですよ。あれどうなんですか、あの9人連続失敗はどうなんですか。あれはまずなかなかないですよ、ギネスになっちゃったぐらいなんでなかなかないですけど、でもなんかその僕そのサブチャンでこう分析させてもらったのを出してるんですけど、でもそのやっぱ過緊張と、あとその PK ってその2パターンに分かれるんですけど、蹴り方ってもう決め切った蹴り方、どっちかにもう僕がこっちに決めるみたいな、であとはそのキーパーを見ながらこう見る、でこの人で見る蹴り方の方は PK に慣れてるんですよ、基本的には。でもその見る蹴り方でもこうちょっと読まれちゃってっていうのがなんか全部重なりましたよね。そういうなんかその緊張とかもいろいろあって、ボールがちょっと基本的にはちょっと浮いたりとか、上狙いですもんね、はい、浮いたりとかで読まれて上に狙ってバーに当たったりとか、後半になってくるじゃないですか。5番手以降の方って PK 蹴る方って自信があるかないかのなんか狭間にいる方なんですよ。で6番手は、まあ、まだいいんですけど、7番手ぐらいになったら実際来るなと思ってる人も絶対いるんですよ。僕そういうタイプなんで、もう絶対決めてくれみたいな。でいざ来たらもちろんその気持ちは入りますけど、もうすごい緊張感に襲われるじゃないですか。だから過緊張するんですよ、体が。でそれで蹴るんで、ちょっといつもと違う感じで蹴った後に分かるんですけど、蹴った後にうわー違ったみたいなっていうのがあるので、真ん中蹴ってやればいいじゃないですか。真ん中なかなか勇気出るんですよそうなんですか、はい、真ん中で
練習中だったら真ん中とか全然蹴れるんですけど、はい、でも真ん中を蹴るって相当な度胸がいるので、うん、やっぱそれで止められた時は、うん、多分後悔残るんで、うん、あの強く蹴るぞって見せて真ん中蹴るとかしないといけないので、うん、だから思いっきり最初から蹴ってあの真ん中蹴れる方って、うん、もう相当自信があるか、うんじゃないと蹴ってないと思います。僕とかなんか真ん中蹴りそうっす。なんか面倒くさいんで。いやいや話聞いてたらめちゃめちゃ分かります。むちゃむちゃメンタル強いっすもん。いやなんかコース狙ってバーとか当たったらもうちょっとショックでかいじゃないですか、はい、まあ、そうだったらもう真ん中狙って飛べみたいな。どっちが飛べみたいな。僕はだからどっちが決めてました、うん、蹴る方を決めてで、そのコースを狙っていくっていう、うんうん、そしたら後ろでワシャワシャやってて、はい。それが目に入るっていう。だからあの PK もどっちかの PK でかなり大きく違いますね、はい、あ違います。ほだって自分ら農園のファンだと静かにしておいてくれてるんですよね、はい、だから一応決めますよね、うん、そのあの審判でその、うん、だから自分たちのやつだとすごい力になりますし、うんうんうん、はい、あれすればいいのにね。 PK になったら、はい、あのメインスタンドにゴールを置いて、はい、真ん中でやるっていう。真ん中で。そうしたらあのまあまあ公平に。公平。解説喜ばせ方、解説は喜びますけどね。メインで言うと、やっぱメインも喜ぶし、はい、でどっちのホームアンドアウェイもないし、はいはい、でファンの人は横から見たらいいし、はい、それ良くないですか。まあね、違和感だいぶありますけどね。まあ確かに公平にできますけど、公平にだいぶ違和感があるので、でもあのなんかそこで選ぶのもちょっとサッカーの醍醐味みたいなところあるの で、あそこでこうやっぱコイントスでやって選んでこっち側にやってよっしゃみたいな、相手側はまあうーみたいな、でもそれもちょっとこうサッカーの醍醐味なんで、真ん中にやると多分違和感がある。逆に公平です。公平なんですけど違和感の方が勝っちゃって。ありえないですか、蹴っ、はあ、外したみたいな、はあ、みたいな、ないですか、はあ、みたいな。それ PK ですか。ああ、それはないですね。どっちかっていうと、もうそのもう包み込むようにみんなで、ああ、まあいいよいいよって、ああ、もう次のキッカーもいるんで、いいよいいよみたいな感じで。でも彼は心の中でって思ってるでしょ。いや、どっちかというともう PK は運みたいなもんですよ。自信持った人はもうしょうがないっていうのはありますし、自信ない人は決めたらラッキーみたいなぐらいに思ってるので、みんなだから結構包み込む風習というか、うん、優しいですね。優しいです。みんなもどっちかというとチームなんで、うん、そこでもうベンチも含めてこう肩組んだりしてるじゃないですか、うんうんうん、だからもう一喜一憂しないで、もう外してもまだ次があるからいいよっていうので、勝った後にあの笑い話で、飯食いながらとか、お前何外してんだよ、あんだけ言うけど緊張してるよ。それあります、それあります。お前ガチガチだったよみたいな。いや全然ありますけど、野球とかだとピッチャー揃えが入らなかったら、はい、全員がって感じです。そうなんすね、はい、何がちゃんと投げれるんだよ、はい、みたいな。でも、いやですとストライク投げるなみたいな感じになります。はいはいはい、あと1個どこですか、やりにくいと。味の素スタジアム、はい、あの調布の、はい、でそこは、ベルディの時はホームチームだったんですよ、はいはい、でも、1年間やらせてもらったんですけど、はいはい、まずあそこって、夏とか A ネーションとかライブがあるんですよ、はい、そうですね、ライブで使ったりしますし、はいはいはい、ラグビーでも使用するんですよ、はい、だからボコボコになる時があるんですよ、はい、ボッコボコになるんで、相手チームの時それこそ前日練習しないじゃないですか、だから感じが分かんないんで、めっちゃ滑るんですよ。でポイントって滑らない、あのスパイクでも固定とポイントって2つあるんですけど、でポイントって滑らない方を履いても全然滑るので、ディフェンダーからしたらもうヒヤヒヤっすよ。もうそんなあの最終ラインで滑るもんなら終わりっす、ね、終わりっすよ。もうあの評価につながる、失点につながってしまう。何やってんよ、俺そうです。何やってんのよ、滑んだろみたいな、こっちが。っていう話なんで、もうだから、もうあの相手チームに行くときは、もうすごい嫌だったです。芝生の状態もそうですし、まあでも、陸上競技場なので、はいはいはい、あ、ていうか、サッカー専用じゃないので、トラックがついてるんですけど、それでもなんかちょっと圧迫感があるので、その当時、その J1 に FC 東京とあの東京ベルギー、2チーム上がってたので、あの併用してたんですよ、うん、だからとにかくグラウンドがやっぱり保つのがピッチレベルを保つのが、うん、あの大変だったので、うん、あの相手チームで来た選手はもうめっちゃ滑ってましたし、でも自分たちの本拠地になると慣れてくるので、うん、下に、うん、だからもうあの滑り方っていうか頭でもあるので、うん、もう全然もうだから逆にあの有利にこう使えてましたけど、
その当時っていうか、もう相手チームで行くときはもう本当嫌でした。でもそういうのって聞いてみなきゃ分かんないですね。いや、分かんないです、ね、見てるだけじゃ分かんないじゃないですか。分かんないです、はい。だから野球とかも夏イベントとかフェスあったとき、はい、人工芝、はい、バッチシ寝てますから、ね、あ、そうなんですね。じゃあ一番好きなのはどこですか。一番好きなので僕、一番好きなのは国立競技場です。もうないやつです、ね、ないやつです新国立競技場になっちゃいましたけど、はい、旧国立競技場、はい、もう大好きでした、はい、僕、その思い入れがあって、はい、高校選手権の決勝で、はい、まあ野球で言えば甲子園じゃないですか、はい、国立競技場だったんです、はいはいはい、で、鹿児島実業にいて、はい、3年生の時その決、ベスト4から国立競技場を使えるん で、はいでね、で決勝まで行かせてもらったんですけど、はい、で優勝できなかったんですけど、はい、まずそこで、一つの思い出ができて、はいはい、そこから始まって、オリンピックの僕アテネオリンピック出させていただいたんですけど、はいはいはい、その予選で決める最終戦でもゴール決めたりとか、はいはい、でディフェンダーなのに決めて勝つことが多かったんですよ、はい、国立競技場は、はいはいはい、で、勝敗的にもかなり勝ってると思うんですよ、うん、国立競技場、うん、でもホームスタジアムじゃないんで、うん、どこのホームグラウンドでもなかったので、うん、たまにしか使わなかったんですけど、うん、そのたまに使う時に自分が勝って決めるっていうのがあって、あとまあピッチもすごく綺麗ですよ、うん、すごく綺麗で、なんかもうすごく雰囲気が聖地っていう感じの雰囲気をしてるの で、 で自分だっても思い入れ深い、うん、もう点取って勝つみたいなのが多かったので、もう僕はもうダントツで国立競技場大好きです。じゃあ亡くなってあれですね。いやもうめっちゃ悲しいです。まあ引退したからもういいんですけど、ね、いいんですけどっていうのはあれですけど、まあでも今新国立競技場ができたんで、今年ヴィッセル神戸とその鹿島アントラーズ決勝で使いましたけど、まあ新しい感じではなると思うんですけど、でもまあ亡くなったんで僕にとってはもう特別なものに、そうですね、さらに特別なものになったので。海外とかあるんですか、この国やりづらいわとかあるんですか、海外。そうですね、やりづらいというか、やっぱ中東とか、そのアジアで ACL っていうような大会があるんですけど、中東とかでやると、あのやっぱその宗教的なものもあるので、服装をかぶってとか、なんか白い、衣装民族みたいな着ないといけないので、そういう方々がブワーって、あと女性がダメなんですよ。そうですね、はい、だからそういう方で言うと、もう威圧感がすごいですよもう今まで感じたことない、はい、あの圧があって、はい、その中でやるので、はい、もう超アウェーです。一番いい国どこですか、こうやりやすいな、この国最高だったなみたいな。今までで一番いい国、でも、でもヨーロッパとかは、はい、そのやっぱりその歴史も深いっていうのもありますし、はい、サポーターの圧が日本ではないぐらいの圧、はい、なんていうか、応援してくれるので、はい、それがブーイングだったりもそうなんですけど、だからそれが気持ちよかったりもするので、ヨーロッパで、その試合して海外遠征とか、行ったりするときは、まあ、でも代表とかではなしかないですけど、なかなかヨーロッパでやるってなったら、そこでやるときはすごく気持ちいいです、はい、なんかサッカーやってるなみたいな、っていうのを実感しやすいので、ヨーロッパのピッチはどこでもやってもなんか気持ちいい感じがしますね。これはもうアメリカで行って試合したら気持ちいいですもんね。なんか、あ、そうなんですね。なんかお客さんのなんかね、はい、なんかこう、ね、文化とか、はいはいはい、なんか、ああ、なんか心地いいなみたいな。あ、ありますよね、やっぱ、まあ、日本は日本でいいですけど、あ、そうですね、はい、海外は海外で、あ、こういうのの、あ、ベースボールもあるんだ、こういう感じなんだっていうのは気持ちいいですよね。ですよね。だから皆さんもね、そういうところを見ていくと、もっと面白いかもわかんないですね。もっと面白いです。ああ、これここはね、デコボコだからやばいよそうですここ水バシャバシャ巻いてるからね、そうですそうです。いや、それはもう本当にそういう目線で見たら、またより一層、あ、だから滑ってんだみたいなのとか分かりやすいと思うんですよね。そうですよね、だからよりね、クロートにいたらクロートにいた見方、素人にいてもそういう見方すると、またより一層ね、はい、そうですね、楽しめるかもわかんないですけど、はい、まあ、今後も盛り上げていきたいですね。そうですね、サッカー界、野球界で、野球界を盛り上げていきたい、はいはい、だからあの僕も那須さんのチャンネルで出るんで、そっちもね、はい、ぜひ見てもらいたいですし、ぜひよろしくお願いします、はい、今後もいろんな形でまたよろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。